北川駅社改札口プラットフォーム、大和田駅は、大阪府門真市上昇寺町にある、京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は、KH15。約1600年前、淀川の分流であった古川の洪水から集落を守るため、仁徳天皇の命によって築かれたまむた包みがあり、日本最古の治水工事とも言われ、 大阪府の史跡に指定されているマムタつつみ跡がある。京阪線が開通時は平洋軌道であった。1931年7月に新設軌道に改修され、翌1932年に大和田駅は開設された。1952年に列車増発のために大避線が建設された。高架化工事が始まるまでの線路配線は京都行きは、 外側が本線、内側が大比線。大阪駅は内側が本線、外側が大比線という変則的な配線で、当駅での折り返し列車の設定がされるなど、拠点駅となっていた。1963年4月、京城駅舎の建設の基礎工事中に、地下2メートルより20.5センチメートルから26.5センチメートルの小型道卓三加が出土。 銅鐸が平地で出土した例は、ほとんどなく、詳しく調査され、大和大石として、文化財登録がされる。現在、出土した銅鐸は、東京国立博物館に保管されている。1972年に、土井駅根屋川信号所までの降下、複々線加工事の着工進展に伴い、1974年9月、京都駅ホームが北側に移設、続けて、 同年12月、大阪駅ホームも移設して、中央に通過線を持つ四線相対式ホーム2面の駅になり、旧駅跡では、高架工事が本格化。1978年、福々線高架駅化された。高架工事竣工後は、高架下にショッピングゾーン L 大和田や駐輪場が作られフレスト大和田店が開業。2009年には駅にバリアフリー対策として、 車椅子対応のエレベーター、おむつ交換台を備え車椅子使用者、オストメイトにも対応した多目的トイレも設置された。通過線2本を挟んだ相対式2面2線のホームを持つ高架駅である。改札、コンコースは2階、ホームは3階にある。改札口は1カ所のみ。改札内にコンビニがあり、 2018年9月にネスカフェスタンドが併設されイートインスペースが設けられた。高架副副線化が完成するまでは、上下本線の他に上下副本線、引き上線を持つ追い抜き折り返し可能の京定駅であった。実際、1963年の淀屋橋駅、開業前後までは一部時間帯で、当駅折り返し列車も存在した。なお、高架化に伴う、 仮駅時代は、対比線のみに相対式ホームがある、新幹線型の配線であった。改札を出て正面には、高架下の空間を利用した L 大和田がある。L 大和田改札を出て、右手の出口は、京阪バスのバスターミナルになっており、左手の出口周辺は、商店街やタクシー乗り場などがある。駐輪場は、大阪方面、京都方面の各高架下にある。 以前は無料であったが2002年頃から実施されたタクシー乗り場拡張工事時より有料化された。現タクシー乗り場の大半は駐輪場であった。駐輪場から駅までは少し距離があるということもあり、無料であった頃から上記の北口付近は駅利用者が放置する自転車が非常に多い。2009年1月、バリアフリー対策として各階を結ぶエレベーターが設置。 オストメイト対応の多目的トイレ設置された。また、一番出口にもスロープが設置された。大和田駅を通過する8000系特急ホーム全体が、緩やかなカーブの中に設置されていて、淀谷橋方面に向かって線路が、S 字を描いている形状となっており、準急以上の優等列車が、A 線のコーナーを時速100キロメートル前後で通過する。大阪方面ホームの淀ド橋よりは、 京阪電車の有名撮影地となっているため、臨時列車などが走行するときは、多数の鉄道ファンが訪れる。近隣の他の駅と異なり、大阪方面ホーム、京都方面ホームともその位置には、屋根がなく、また列車も停車しない。2019年度の特定日における1日の乗降人員は22,252人である。各年度の特定日における1日乗車、乗降人員数は、 下表の通り、京阪バスが運行。停留所名は、京阪大和田駅京阪は1952年に、当駅から分岐して森の宮駅との間を結ぶ1 0 8トルの新線の特許を申請した。これは、大阪市営地下鉄4号線との間での需要を見込んだもので、後には、相互乗り入れも拡策されたが実現しなかった。詳細は、 近鉄京阪な線建設の経緯を参照。ありがとうございます。